こう何？洋服屋さんの表現の幅がめちゃくちゃ広がったよね。あれ何？鼻水？ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで早速、旅立ちますか。行ってきます。お、雨降ってる。アテンションプリーズ。陶器は間もなくドレミ島に到着いたします。座席の背もたれを元の位置に戻して、シートベルトをしっかりとお締めください。現地の時刻は午前10時47分。天気は雨。気温はそれなりでございます。陶器は間もなく着水いたします。はい、ってことで、ドレミ島に到着。どうも。え、これはまさかのプレゼントでしょうか。え、すごい。なんか一個だけ色が違うのが気になる。みんなさ、めっちゃ用意してくれるんやけど嬉しい。すごく嬉しい。ちょっと待ってね。間違えた。ボタン操作間違える。開ける。あ、なるほど。やっぱこの島を巡るために、この服がいいですよ、みたいな。傘まで用意してくれてる。え、ありがとう、お金まで。なんてこと。え、お団子頭かわいい。いいね、いいね、お団子頭。お、持ってないやつ。こんな感じ。え、めっちゃかわいいんだけど、嬉しい。え、めっちゃ嬉しい。ありがとう。やったね。ウッキウキ。私、自分の島でもさ、雨の日に傘とか全然ささんのやけど。このね、島の入り口にある、この読書スペース、めっちゃこだわって作ったって言った。いいね。やっぱこういうスペースをさ、なんて言うん？外に作るっていう発想がね、自分の中に全くないけん。なんかすごいな。ね、こういう憩いの場。あ、これもしかしてウェディングのやつ？なるほど。いいね、いいね。あ、ちゃんとあれなんやね。椅子に座っても、傘は持ったままなんや。へぇ。こっち側やったらよく見える？こんな感じ。いいね。かわいい。あ、よかった。ちゃんと合うような靴下履いてきといて。靴下いらんかったかもやけど。これは落ち葉を表現したのかな。なんか全体的に、入り口近くは白い花が多いね。上品げな感じだわ。あ、これって水飲み場、鳥みたいなのがおるんやね。へぇー。おぉ、びっくりした。みんな傘をさして、あ、お揃いやん、傘。お揃いや。ね、じゅんくんの傘かわいくない？これ何？アシカみたいな感じかな。かわいい。あれ？君はもしかして、イソカラのお客さんかな？ようこそドレミへ。僕のことはジュンと呼んで。君のことは？オッケー、アイナくんだね。このドレミには愉快な仲間がたくさんいるから、楽しめると思うよ。あながち。なんであながちなんやろうね。いや、なんか、前の、どうせっていう口癖よりはいいと思うんやけど、なんか、この集まりになってから口癖が変わった子たちが、ちょいちょいおるっぽいね。コメント欄で見た感じ。あ、いいね。こういうところにも、椅子を設置。え、てか、灯台可愛くない？めっちゃ。え、灯台の色可愛い。え、うちの灯台ってめっちゃ普通な感じやった気がする。グレーやったっけ？あ、いいね。川の真ん中にこういう、何？地面置いて、そこに花。そうか、そういうやり方もあるのか。めっちゃ走り回ってらっしゃる。超走り回ってらっしゃる。待って、ここがあれよね。やっぱドレミ島やけん、音符マークなんかな、旗のマーク。あ、こっちの方が。あ、別にお店が揃っとるとかいうわけではない。あ、いいね、こういうの。へぇー。なんかこういう、ね、塀を作っておいて、その奥に、
お店みたいな。そう、こういうね、塀もさ、全然私は活用できずに。お、ウリちゃんおるやん。じゃあ私も、あれやな、自分の島に戻った後で、同化会ではあるけど、株を買っておこう。そうかそうか、今日は日曜の午前中だよ、今。かわいい。え、めっちゃかわいい。なんかこういう感じさ、あれじゃない？ドラクエビルダーズ思い出すんやけど、私だけ？なんかこういう感じ、繋がった壁の。洗濯物干してるけど大丈夫ですか？取り込まないと。誰のお家かわからないけど。やっぱみんなあれやね、スズラン咲いとんやね。すごくない？だってみんなさ、村の評価最高になっとるってことやろ？村じゃない、島。ほら、至るところにスズラン、私絶対盛ん自信があるわ。だってずっとやりゆうと飛び盛りもさ、一回も咲いてないもんね。すごい、なんかめっちゃ、いいね、こういう段差を利用した島。え、庭めっちゃ広くない？超お金持ちじゃない？あ、家の前に置くのいいね、花。すごいなんか上品な感じのお家、お邪魔します。もうこれ時間かかりよるけん、めっちゃ雨でビシュビシュやと思う、入るまでに。お、なんか中も、白系で。何これ？あ、鍵か。そう、今回ね、なんか飛び盛りの頃に比べて色々と細かい家具がめっちゃ増えとるよね。まあ、大まかなやつも多分、何系みたいな、系統がめっちゃ変わっとると思うけど、あの、ラブリーがなくなってキュートになったりとかね。まあ、でも、ラブリーはラブリーで可愛かったんやけど、ちょっとなんか大人っぽくなった気がする。全体的に。お、左側は。ここはお風呂と、まあ、水場？洗濯物。いいね、洗濯機。かわいい色。ミントグリーン。お、そして横の、電気は黒でかっこいいっすね。ちょ、かっこいいっすね。で、細かい家具が増えたことによって、再現度がめちゃくちゃ、今まで以上に高くなるっていうね。いいなぁ、綺麗。あ、もしかしてこれスピーカー、あ、スピーカーや。へぇ、すごーい。いいね、なんか。こう何？雰囲気とかを損なわずに、みたいな。はい、そして、奥の部屋へ。お、奥かわいい。この子は、レムくんやっけ。なんか前に、コメント欄で教えてもらった。え、合っとるよね。似たような違う子？あの、新しい住民の子よね。かわいい。あ、かわいい。この子あれや、私が前にね、あの、飛び盛りの時やったかな。に、新しくね、村に誘うかどうかって思いよった子、めっちゃかわいい。名前忘れたけど。この子たちが村に、島よ。この子たちが島に住んどるってことかな。かわいおい。そしてめちゃくちゃ、ハートがたくさんの部屋。いいね。女の子って感じ。はい、そして、右の部屋へ。お、右側めっちゃ和風や。この座布団かわいい。金魚柄や。これあれかな？パターンのやつかな？もしかして。座れた。座布団3枚。あれやね、焦点的な感じやね。え、これパターンのやつかな？パターンこんなんなかったか？なんか浴衣に合いそう。金魚柄。よき。はい、そして、2階へ。もう2階はなんか、重厚な感じやね。なんか、いかついっていうか、威厳のある、おじさまがおる感じが。そんな感じせん？あ、でもちゃんとこれ、DIY のあるんやね。作業台を使わせてもらって何か作ろうかな。人の島でも作れてしまうのか。なるほどね。そして、ホットミルクを飲みながら、テレビをね、鑑賞するという。え、でもアクセサリーがある。女社長か何かですか。威厳のあるおじさまかと思ったら違った。なるほど、なるほど。かっこいい。
はい、そして地下へ。お、地下は、仕事場というわけではないんかな。でも、ロフトベッドとかあるね、こっち側。なんかこの右と左で全然雰囲気が違う感じがする。右側はなんかちょっと、女子高生ぐらい？女子ではないかもしれんけど。いやでも雰囲気的にはなんかね、それぐらいの思春期のっていう感じやけど。左側はなんか、シンプルにまとめられた仕事部屋って感じ。ね、なんか難しそうな本も並んで。微妙にさ、なんか文字が読めそうで読めんねよね。なんとかのなんとかって書いてない、右から2番目。のっていう文字が見える気がするんよね、気のせいかな。はい、お邪魔しました。さあ、さっと。ん、あの横は。あ、なるほどね、こうやって庭を広くして、ちょうどこの入り口のところにポストがあると。なるほど。敷地内には入らずに。まあ、現実でもそんな感じよね。いいな。やっぱみんなにお庭があるって素敵。ここにも誰かが来るってことやね。もうすでに、外にはお茶セットが用意されている。よき。そして、あ、見て庭の木ハリボテ。かわいい。いいね。あ、草もあるよ、草も。なるほど。そういう感じでやっていくというのもあるのね。ん、こっち側にも、家が。いいなぁ、住宅街が整っとるってやっぱ大事よね。うちの島何一つ整ってないもん。みんなどうやって整えたんやろ。私なんかやっぱあれか？きっちりきっちり測ってやったってことよね、きっと。私みたいに感覚でとかじゃなくて。めっちゃなんかリゾート感が。私感覚でやったらさ、めっちゃなんか家の位置がずれまくって、ずれまくってずれまくってしょうがないんやけど。ここでキャンプをしている人がいる。そしてやっぱりみんな作業台を至るところに置いてある感じやね。しかもその景観を損なわずに、自然な感じで溶け込ませているという。そしてここではカフェが楽しめる。いいね。なんか野宿しおりようでもおしゃれ。お、かわいい。帽子。私、それの赤版持っとる。この島で見かけないお顔。ということは、よその島からのお客様？そうですか。アイナさんとおっしゃるんですね。はじめまして。カモミちゃん、かわいい。私、カモミと申します。他の島の方とお話できて嬉しいです。そうかも。そうかも。なるほど。可能性的な。キキキー。こういうね、なんでもない風景とかもめっちゃ作り込んどるよね。まあ、私、ここはこういう感じ、ここはこういう感じ、みたいな大まかに決めていかんと何もできんねんけど、細かく細かく作り込んでいくということができない。んと、地図地図。あ、このでかいところは行ったんよね。ってことは一番奥か。お家があるのは。あ、ここはなんか広場？へぇー。なんか、DJ ブースがあるよ。てか、ピンクや DJ ブースかわいい。私、普通に黒かった気がする。あ、いいね、いいね。こういう感じで、ドーンと広場作るのいい感じやね。てか、これなんなんやろ。なんか、これ、さ、ある島が結構いっぱいあるんやけど、私はまだ、あの家具を見たことがない。あ、もしかして、あそこが、ここか。みんなあれだな、敷地が広いっすね。あ、かわいい！電話ボックス、見えなくなった。あ、ちゃんとテレフォンって書いてるよね、これ。知らんかった。電話ボックス茶色いのおしゃれやな、めっちゃ。ね、ほら、家の敷地広くない？ここから入るんかな？え、違うね。え、違うね。え、待って、どこから入るの？こっち？入り口あったっけ？あ、こっち側から入るんかな。え、違う。え、やっぱりあそこをすり抜けていくという。もしかして入れんようになっとるとか。え、そういうこと、え、違う？
どう入るのかしら。でもこっちが家ってなってるけん、やっぱここからなんか。入れなーい。入れんようにしとるってことかな。家の電気も全部消えとる感じやし。なるほど。なるほど。あ、こっちに博物館とかがあるっぽい。お、外に。キャットタワーが。ここは何スペースなんやろう。ちょっとなんかお茶を楽しめたりとかする感じなん。あ、カフェ？見て見て、ほら。ジュースとコーヒーがあるよ。なるほどね。そういう感じ。2種類ぐらいあるのいいね、席。なんか1種類でまとめようとしてしまうけど。あ、ここがキャンプ場。博物館じゃなかった。キャンプ場やった。博物館もうちょっと奥やったね。へえ、いいね、いいね。すごーい。やっぱこうやってでっかく作った方がいいかな。そして地面もなんか変えた方がいいかな。私ひたすらこの元々の芝生なんやけど。すごいな。そう、私これこれこれ。このテーブルが欲しいんよ、これ。わかる？このテーブルをね、あの何、浜辺とかに、浜辺とかキャンプ場とかに置きたかったんよ。やけどなかなか、あ、これはもしかして組み合わせとる感じ？あ、繋がってるわけじゃないんか。それぞれか。もうそれぞれでも私多分なかったよね、レシピに。おー、釣り堀があるよ、釣り堀。すごい。なるほど、そういう発想。ここで魚の餌を買って、で、ここで釣りを楽しむと。え、めっちゃすごいやん。へぇ、あ、キャンプ場からのっていうことやね。ここに座って、釣りを楽しむ。すごいね。そんな施設思いつきもせんかったんやけど。確かに川とか池とかが自由に作れるってことは、そういう施設も作れるんか。へぇ、発想力が素晴らしい。ね。なんか今までなかったようなそういう施設を作れるんやもんね。こっち側か？ところどころに絵が飾られている。あ、びっくりしためっちゃびっくりした生首って思った。急激な。あ、これは奥には入れん感じ？スッてやったらいけるんかな？いけんかった。ってことで、ちょっとこの和風なお家、お邪魔します。あれ、ポストとかないね、ここ。え、なに？怖い。え、なに？怖い。トイレ。公衆便所ってこと？公衆便所ってこと？え、でもこれだけならあれやけど、なんか真ん中、見せ物ですか？みんなに見られながらのトイレ。そして向かい合ってのトイレ。なんだ、謎の施設に来てしまった。ん、横は普通に和室やった。ああ、よかった。よかった。すべてが謎に包まれた施設かと思ったよ。はい、そして奥の部屋へ。お、奥は庭や。中庭って感じかな。これは？温泉っていう解釈でいいんかな？それとも、池っていうこと？いや、お風呂でいいんかな？洗濯物。あんな看板ついとったんやっけ？いや、てかそもそも私が持っとるのはこれじゃなかったか。これじゃなくてもっとなんか違う感じやった？お湯流れてきてはなかった気がする。はい、そして右の部屋へ。お、右側は寝泊まりするところかな。ほいね。この襖いいね。全体が襖。なんかそれはそれでちょっと圧迫感が。現実にあったらね。どこもかしこも開いて部屋と繋がっているという。はい、そして2階へ。びっくりした。何？なんかもうこのお面めちゃくちゃビビるんやけど。
この謎にドーンとある感じね。あ、よかった。回転したら何か、恐怖的なものがあるかと思ったけど違った。はい、そして地下へ。何これ？こんなのがあるんや。へえ、ねえ、川辺、川辺、すごくない？え、めっちゃすごいんやけど。いいね。え、てか、キャンプ場とかさ、こういう雰囲気にしたくない？なんかこういうのを挟んで、キャンプ場、なんかこういうバーベキューとかに合いそうじゃない？こういう雰囲気。私、現実でバーベキューしたことないんやけどね。なんかこういうイメージ。え、めっちゃいい。ほら、ちゃんと水。パッシャパッシャ。え、いいね。え、ここめっちゃ好きなんやけど、私。なんかこう、新しく増えとる壁紙というか、めっちゃいいやん。世界観が。はい、お邪魔しましたー。ふぅ、毎回毎回、お面に驚かされる。恐ろしい。なんかここの庭面白いね。え、てかかっこいい。これサーフボードってこと？へぇー、すごい。あんなかっこいい感じにできるんやね。あれを普通にリメイクしたってことかな。ここの間抜けれるんかと思った。抜けれんかった。これ何？あ、なんか、見て。化石や、化石。化石貼っつけとる。こういうプレートがあるんや。へぇー。お邪魔します。おー、え、すごい、なんか壁にさ、めっちゃ服とか、なんか飾り方さ、あれよね、集まりになって、めっちゃオシャレになったよね。まず靴屋さんとかできそう。ね、なんかさ、靴屋さんってこういう感じで、靴飾ってない？え、かっこいいな。こんなに、洋服屋さんの、表現の幅がめちゃくちゃ広がったよね。あれ何？鼻水？鼻水？ね、めっちゃ広がったよね。リュックとかもいい感じやし。リュックに帽子に靴。いいな。お店。これはソフトクリームかな？めっちゃいろんな服持っとるやん。すごい。あ、メガネとかもこういう感じで飾れるんや。なんでも壁に飾れるね。すご。え、待って、これ可愛くない？このリュック。な、小学校とかで作りそうな感じの。私、こういうリュックで、なんやっけ、なんか、アライグマみたいなの作ったよ。ラスカルかな？ラスカルではなかったんかな？いやー、いいな、なんか、ね。じゃ、なんか、ああいう感じの服屋さんが見たいな。あ、これ、あっちの奥にあった。あの木の奥にポスト。一瞬ゴミ箱かと思ってしまった。あ、なんかこういうちっちゃい感じの滝かわいい。めっちゃかわいくない？こういうのなんか。あ、で、ここに博物館。ほうほう。そしてその先にはビーチ。なるほど。ん？こっち側は。あ、すごい！戻ってこれた。戻ってこられたよ。イエーイ。いいね、いいね。こんな感じで。ああいうなんか、みんな結構さ、飛び越せる、なんていうん。なんていうん、飛び越せる感じのところ作っとったりするよね。あ、店先にこういう、いいね。椅子に乗せて靴を展示。なんかこういう感じで売り寄るって感じがするわ。へえ。すごいなぁ、なんか。みんなアイディアが面白い。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかめっちゃ最初の方走り回りよってけん。何しようやろと思ったけどどっか行ったんかな。おらんくなったね。
島の入り口から。